日本近畿地方大阪府堺市中区大阪府立大学中本キャンパス中区は堺市を構成する7つの区のうちの1つ。2006年4月1日に堺市が政令指定都市に移行し堺市役所、中止所管内の区域をもって中区となった。政令指定都市の中区としては名古屋市、横浜市、広島市に次いで4番目。 全国初の中心市街地が含まれない中区として誕生した。堺市の中心市街地は堺区にあり、東西南北といった方位による市所、区名を堺市が推進したことによるもので堺市中部であることを示している。同じような事例として岡山市中区があり、中心市街地は岡山市北区にある。北西の平野部と南東の仙北丘陵との間に一致している。 区の北側半分が市街化区域となっており、仙北高速鉄道開通以降、宅地化が進んでいる。南側は市街化調整区域になっており、宅地の間に農地と考えようため池が点在する。南側は仙北ニュータウンと隣接しており、ごく一部であるが同地域を含んでいる、築城台と三原台の一部分で、おおむね、南区との境界線である不動208号線より、 北側にある区域。ただし、仙北ニュータウン地区の内中区が管轄する区域は市街化調整区域の部分のみであるため、居住可能な建物は存在しない。高速道路、泉大積原線、仙北1号線、仙北2号線といった幹線道路により、自動車交通は発達しており、交通の要所となっている。深井駅。ありがとうございます。